はい、今回はですね、ブロッケンマンですね。はい、決してね、その登場した回数っていうのは多くはないんですが、それでもなんか死んでからですね、なんかどんどん評価を急上昇というか、どんどんね、じわじわと上げているイメージがあるんで、そんなね、ブロッケンマンをちょっと紹介していきたいかなと思います。まずね、基本データからですね、身長198センチ、体重86キロ、超人強度が 90万パワーですね。で、旧西ドイツベルリン出身です。ちなみに、参考としてブロッケンジュニアの、ね、基本データを、紹介させていただくと、ブロッケンジュニアの方がですね、身長195センチ、体重90キロ、超人強度が同じ90万パワーということで、ブロッケンマンの方が身長は高いんですが、体重はブロッケンジュニアの方が上になってます。ほとんど一緒って言っていいんじゃないでしょうか。で、ブロッケンマンはですね、超人総選挙2019では第50位っていうランクインしてました。で、紹介を続けるとですね、世界三大残虐超人の、一人として名を轟かせたブロッケン一族の超人です。ちなみにあと二人っていうのはカレクックとラーメンマンですね。はい。で、口から吐く毒ガスや凶器を使いこなします。で、ある記事ではモンスターの目をくり抜き、その死体に攻撃を加えている様子が伝えられていましたね。これは超人オリンピックの時に出てました。これ超人じゃなくてモンスターっていう表現してましたね。で、一方ですね、その息子のブロッケンジュニアに対しては正統派の正義超人として育て上げたっていうことは学研の図鑑で書かれていました。確かにその要素はゼロではない。例えばブロッケンジュニアも毒ガス攻撃とか使ったりとか、あと軍服を使った技とかも使うんですが、やっぱあの父親のブロッケンマンと比べるとだいぶその残虐超人との要素っていうのは薄れてる感じはしますよね。で、次にですね、そのブロッケンマン、ブロッケンジュニア、そのブロッケン一族っていうのはそもそも、何者なのかっていうことなんですが、これはですね、筋肉性多い争奪戦の時にラーメンマンがね、その説明してくれてたんですけど、それを紹介するとですね、生まれた時から超人なのではなく、子供の頃より厳しい修行と訓練を重ねて、それに打ち勝った者だけがですね、その18歳を境にドクロの起床を親から与えられるんですよね。で、そのドクロの起床をですね、っていうのはどういうものかっていうと、幼少の頃よりその修練と鍛錬で鍛えられた肉体のパワーを超人パワーに変える力を持つっていうことなんですよ。で、その起床を身につけることによって、ブロッケン一族は超人として活動ができるっていうことらしいんですよね。うん。なんか超人パワー、肉体パワーから超人パワーに変えるっていうのはね、若干そのマグネットパワーから超人パワーに変えるみたいなサイコマの研究を少し思い出してしまったんですけどね。今後そのドクロの起床がどうやってブロッケン一族に伝わったかについてもね、ちょっと話題になる、話題っていうかストーリーで明らかにされるかもしれないかなというのはちょっと期待したいです。はい。で、次にですね、原作での活躍についてお話しするとですね、ほとんどね、登場してないんですね、さっき言ったように。超人オリンピック第20回の方ですが、そこでラーメンマンと対戦して敗北、死亡していますね。この時っていうのはですね、トーナメント、試合会場2つに分かれてて、後楽園球場ともう一つが後楽園ホールですね。で、ブロッケンマンたちは後楽園ホールだったんですが、そこのね、チケットがですね、一番高いリングサイドで2000円っていうね、値段だったんですよね。今考えればね、そのブロッケンマンとラーメンマンでしょ。で、スグルでしょ。スグルとカレクックで、公式の試合では、スグル初めて、超人同士の戦いの公式戦では初めてになるんですかね、このカレクック戦っていうのが。確か、間違ってたらごめんなさい。だからそういうことを考えれば、かなりお買い得の、すごいお得な、チケットだったんじゃないかなっていうのは思うんですけどね。で、ちょっと試合の内容に言いますけど、先制、要は、ブロッケンマンがラーメンマンに対して狂気攻撃や毒ガス攻撃で先制するんですが、結局ね、キャメルクラッチなどを食らって、体を真っ二つにされて死亡してしまったってことですね。その後、ブロッケンマンから流れる血をですね、リングの下でね、カレクックがすすってたんですけどね。はい。
で、ただ死んでしまったんですが、その後ですね、ブロッケンジュニアの回想シーンなのでちょいちょい登場していますね。またその筋肉性多い争奪編ではスグルがですね、超人墓場に飛ばされてしまった時に、まあ、そこのね、超人墓場でブロッケンマンが漂っていました。で、あとですね、まあ、要はパーフェクトラージナンバーズ編の方でラーメンマンがマーベラスと戦ってたんですが、その時ですね、ちょっとブロッケンジュニアもピンチだったんで、まあ、そのブロッケンジュニアをね、奮起させるためにですね、ブロッケンマンは自分にとって過去最大の難敵で、あのようなその残虐殺法でしか対抗できなかったみたいなことを言ってましたね。まあ、これについては若干リップサービスもあるかもしれないんですが、少なくとも当時のラーメンマンとブロッケンマンの実力差っていうのは、その思っている言っているよりもほとんどなかったんじゃないかなっていうのは思いますね。この辺はどうしても後付けになってるんですけど、まあそういう設定なんじゃないかな、少なくともそんな感じだと思います。で、あとですね、まあ、読み切り版の方でラーメンマンとブロッケンジュニア温州の彼方にでも登場、少し回想シーンで登場したんですが、その時はですね、まあ、ラーメンマンが復讐に心を奪われているブロッケンジュニアに対してですね、まあ、父ブロッケンマンはもっとね、ブロッケンジュニアに対して大きなことを伝えているはずだってことを言い放っていましたね。で、その時ブロッケンジュニアはその過去のことを思い出して、そのベルリンの赤い雨のコツなどをね、ブロッケンマンが教えていたことをちょっと思い出すんですよね。それでなかなか結構ね、あのキレのいいブロッケンジュニアをね、キレのいいあのベルリンの赤い飴をラーメンマンに対して放ってましたね。それはまあ空振りに終わったんですけどね。で、もう一つですね、そのブロッケンマンは要はそのディープオブマッスル小説の方ですね、そこでその超人墓場に関するストーリーがあるんですが、まあ、そこでも登場してるんですよね。そこのそのなんていうかな、あのストーリー内容も少し紹介するとですね、まあ、ブロッケンマンは死んだ後ですね、生命の玉をね、あの集めていたんですよね。コツコツと4つ集めれば生き返ることができるんで、で3つまでパッともうすごいスピードでね、集めてしまったんですよ。で、まあ、ブロッケンマンが生き返りたい理由としては、その息子のブロッケンジュニアっていうのは、まあ、才能はもう自分の火ではなくてブロッケン一族に最強の資質も持っているかもしれないってことを言ってたんですよね。だからなんとか生き返ってですね、その英才教育を続けて、さらには一族に伝わる秘術を伝授させなければいけないってことは言ってましたね。で、まあ、要はそれをすることによって、そのブロッケンジュニアを通してですね、ブロッケン一族が主導してそのドイツ第四帝国を実現したいみたいなことは言ってたんですが、まあ、なんか聞くとなんか独裁かなみたいな感じなんですが、そうじゃなくて、まあ、ブロッケンも一応正義超人なんでね、要はみんながね、幸せになるような、あのヒットラーのようなあんなあの国ではなくて、みんなが幸せになるような国を作りたいんだみたいなことは言ってましたね。はい。ただですね、まあ、4つ目の玉をね、集め終えた後、なぜかですね、生き返るのではなくて満足げな表情を残して成仏してしまったんですよね。これは何でかっていうと、まあ、あの未練があれば生き返るんだけど、もし未練がなくなってしまうと成仏しちゃうらしいんです。これはあくまでディープオブマッスルの設定です。はい。で、まあ、要はブロッケンマンはずっとブロッケンジュニアを見守っていたんですが、その時にはラーメンマンとの出会いとか、さらに悪魔超人との戦いを通して成長していく姿を見て、もはや自分は必要ないっていうことを思ったようなんですよね。まあ、ちなみにね、成仏したタイミングなんですが、ちょうどその黄金のマスク編でザ・ニンジャと戦ってた時なんですよね。なんで、まあ、正直な話、さっきも言ったように筋肉性多い争奪編の時にスグルが超人墓場に来た時に漂ってることを見れば、まあ、あれがすごいブロッケンマンと似てる超人みたいなあの考え方もできるかもしれないけどね、まあ、ちょっとその原作とは違ったそのパラレルワールド、イフの世界なのかなっていうのはちょっと思いました、このディープオブマッスルの内容はね。で、ちなみに、まあ、最後、今後の予想なんですけど、予想っていうか、まあ、ほぼまあ、出てくる可能性は低いかなとは思ってしまうんですが、ただね、やっぱり、もう一度くらいね、そのブロッケンジュニアなどのね、回想で登場してもいいんじゃないかなっていうのは思いましたね。はい。なんて言ってもその後半でどんどん中井先生の画力が上がるにつれて、ブロッケンマンもものすごくかっこよくなってるんですよね。もともとやっぱりそのブロッケンマン自体がブロッケンジュニアの元に
デザインの元になってるだけあって、やっぱその今の画力で描かれればものすごくかっこよくなるのは当然かなと思うんですけど、あとやっぱそのブロッケンジュニアよりもちょっとね、軍服のカラーが濃いめなんですよ、ブロッケンマンって。その点もちょっと自分の好きなポイントでもあったりするんでね、うん、ちょっとね再登場は期待しちゃいますね。まあなんていうかな、例えばその残虐超人に所属しているということがあるんで、今後ストーリーでですね、その残虐超人がちょっとね、あのすごいストーリーに関わってくることがあれば、ひょっとしたらワンチャン出てくるかもしれないって感じですね。これちょっとまあコメントでもいただいてたんですけど、例えばそのシルバーマンっていうのは正義超人の思想ではあるんですけど、でまあ、残虐超人も正義超人の、まあ、派生した超人なんで、正義超人所属ですよね、残虐超人は。だからそう考えると、まあ、シルバーマンの要はその虐殺王としての 面がその伝わってしまったのが残虐超人かもしれないっていう、そういう展開はあるかもしれないみたいなコメントをいただいてたんで、まあ、そう考えてもなかなか面白いのかなとは思うんでね、ちょっとね、残虐超人ってなんかそう言っても結構曖昧なとこあるんでね、その辺もちょっとストーリーでがっつりとしっかり定義してくれると面白いなっていうのは思いましたね。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。